解散者借金元受町解散者は明治8年に千曲県によって半官半民で設立され明治21年に解散した金融業を主とする会社。本社は千曲県北深市町に置かれ、支社は当初飯田町と高山町に置かれた。初代千曲県軍令の長山森寺は明治6年11月16日の家門会議に 元下三十大区長をはじめとする家門会議議員を集め、食産工業、休眠救済の会社設立を家紋し、明治七年勘業者という会社を設立する。勘業者は同明治七年十二月十日、解散者と社名を変更し、翌明治八年三月十五日に会社式典を行う。勘業者が開け三社と名前を変えた理由は、明治七年に、 内務省に設置された、官業量への名前の定職を避けるためとみられる。官業者設立の目的は、食産工業をもって、貧民を飛ますとともに、財本を蓄積し、助けが必要な貧民に、これを貸し出すことができる会社の設立にあった。以下に、明治6年の官業者条例を掲げる。なお、河川部分は、官業者条例にあって、解散者条例にない部分である。 あ賀が人著、新州の啓蒙会地下両作りとその周辺、官業者の発足より抜粋明治8年1月23日に、官業者条例に続き、解散者規則が設けられる。官業者の元助は、大まかな分類で次のようになっていた。大倉省からの無利子の融資は、拝借金と称し、融資に当たり、政府から担保の提供を申し渡され、官業者社長となった。 大区長30名が各自所有の土地を提当として提供した。一般庶民からの出資は農地や宅地の面積をもとに米は相場の代金で徴収し、雑穀は各村に席をかせた。官業者条例には受けた融資は次のような事業を行うことに使用しなければならないことになっていた。解散者は当初30名の大区長が交代で交番社長を務めたが、 その後、交番社長に加え、専任手詰め社長2名が置かれるようになった。明治9年8月22日、千熊県の新州側が長野県に合併され、あと、翌10年4月、北原稲尾が専任社長に就任する。北原稲尾は、明治9年の千熊県廃止まで管理を務め、明治8年時は10等出資であった。明治九年十二年五月、北原稲尾社長は、 困窮し族救済のための特別措置に関する法案を県へ提出する。明治10年8月以降、松本新聞の社説において変抜き人、松沢久作が北原社長のし族優遇と戦乱運営を攻撃する。明治12年11月、県庁は解散者に対して社則改正の社員会議招集を要求。翌十三年二月、 社則改正の協議会が県館を迎えて開催されるが県庁の実質的な経営介入に対し北原は反発して途中で退席する。そして同年11月末には辞職式教した。北原稲を辞任後、改正法案起草委員として、樋口与平、上市の白五郎ら5名が選出され、松沢久作も参加。14年に入り、改正法案に基づき、 長野県の南部7軍で改正委員51名を選出する。その後規則改正会議が何度か開催されるが、欠席者が多く議事がまとまらなかったようである。同年9月にようやく規則改正案を決議するに至る。明治14年11月、南部7軍から選出された議員により社長選挙が実施され、上稲群を野村の在野の倉沢聖也が当選する。 なお上機器総員の樋口余平は、北原稲尾の弟であり、倉沢誠也の社長就任に際し、南部七軍にそれぞれ支社が置かれ、その支社長を副社長と称するが、樋口は、その一人となり、社長の誠也を補佐する。倉沢誠也が平家三社社長となった、明治14年、解散者は、県の保護干渉を脱し、完全な民営となる。しかしながら、 この後解散者に待っていたものは、決して平坦な道ではなかった。明治14年頃は、俯瞰紙幣の暴落により、この対策として、紙幣整理政策が実行されつつあり、物価は暴落し、経済の不振により貸付金の回収は滞った。解散者の織物工場も損失が多く、経営困難となり、明治16年には民間人に対応し、事業継続を図るに至った。 このような困難な状況下で、倉沢聖也以下新たに選出された人たちは、鋭意この回収整理に努め、県借用金及び大倉省拝借金等順次召喚を行った。明治17年7月より、明治18年6月までの解散者、高課長付属表によると、金1776円29銭九輪の純利益を出している。 しかしこの時期、各地に設立された銀行は、ほぼ同様の業務を司る、解散者存続の意義を現じ、明治18年9月の通常総会、成吉案に開け三者の解散分離の議案が提出されるに至り、貸付金の回収がほぼ終了した、明治21年、解散者はその役目を終えて解散する。結局、廃借金はすべて完済し、貸付金を含む、 総資産5万3000円余りの資産を計上し、これを最初の赤国公に暗分し、各軍に分配した。ありがとうございます。